ストにお笑い第7世代四千頭身の千鳥と女優中越典子さんを迎えた今回のツアー。すごい可愛い子が、あそこに可愛い子が、あら、すごい動いてる、子供だこれ。そこには本物の耳坂さん。私なんですけど、昨年12月にオープンしたちょっと変わった動物と触れ合えるお店なんです。最高最高、はい。中に入ろうとすると、わー、ちょっとちょっとめかめびっくりした。遭遇したのはリクマメ。おとなしい性格で体重は40キロほどですが、小さい子なら乗せて歩けちゃうくらい力持ちなんだそうです。バンブーバームは今回テレビ初公開。店内にはとぼけた顔のメンフクロウや世界一小さいキツネフェネックなど、およそ30種類の生き物を取り扱い、1000円で触れ合い体験ができます。この子の顔ちょっと面白い。ちょっとよりメンフクロウですよ。おいおいおい、元気がいい。これ何のラムとフクロウって言います。世界最大のクロウ。でかくなった。普段縮こまっている足を伸ばすと結構大きくなるカラフトフクロウ。特に翼を広げると最大 1.5 メートルにもなると言われています。すげえ、ネバール君みたい。ネバール君。店長さんが手塩にかけて花の時から育てているので、とっても人懐っこいフクロウやミミ族たちに中越さんは興味津々。実は自分のインスタグラムに画像を出ているほどフクロウ好きなんです。ちなみにフクロウって首180度回る。どこまで回ります。もう真後ろにグリーンとこうですよね。こっち向いてたのに。ミミ族の仲間は眼球が顔に固定されていて、ほぼ動かすことができません。その代わり首はとっても柔軟。正面から左右にそれぞれ270度も回転できるようになっているんです。続いては花熊の回答。懐いてますね。南アメリカの森林に暮らす花熊は、その名の通り自在に動く長い鼻が特徴。土を掘り起こして餌を探すのに使います。長いんですよ、こう前にニュッと出てて。うわー、かわいいね。ちょっとこう、こういう…そうなんですよ。あ、ごめんごめんごめん。柴犬みたいな感じの餌はちょっと、そうですね、はい、そんな感じ。結構しっかりした感じ。そうですね、はい。何食べる？果物と鶏肉のささみをこうあげて、うん、はい、いいよ。ね、あとジムに買うと全然ないよ。続いてはこのお店のアイドル。おーおー、アイドル。アイドル六花重って言いまして、うわ、かわいそうだね。金華城は中南米の熱帯林に生息する生き物。アライグマの仲間で長い尻尾が特徴です。別名のハニーベアっていいまして、はい、あの蜂蜜があの結構あの現地が好きで食べる、はい、ハニーベア。お店で貸してくれるジャンパーを着れば抱っこも可能。現在1歳と2歳のお子さんを育てているママ中野さんが抱っこします。新生児のみ、うん、思い出してくださいよ。どうやって持つの。そのままだから。うおー、すげえ似合う。うわー、似合う。すごい落ち着いてるじゃん。うわあ、そうですね、猫ちゃんぐらいの大きさにはなるんですけども、はい、すっげえ可愛いな、この子。どうせがどうせがどうせがすぐ200円で餌やり体験が可能。大好物のお芋を渡すと、おお、出てる。なんかしっかり、うわ、すごい、一気になんか、うわ、ちゃんと出てる。
来てた。あ、すごい。あれでも、ね、なかなかね。一日のほとんどを木の上で過ごす金華獣。猿のように尻尾でぶら下がったり、尻尾を使って器用にバランスをとって立つことだってできるんです。続いてはお店で一番のおしゃれさん。わ、結構綺麗な子なんですけども、アイラインつけたような形の白胸大橋っていうのパームちゃん。白胸大橋は南アメリカの熱帯雨林で暮らすキツツキの仲間。果物が大好物で、ブドウは1日に10粒ほど食べるそうです。食べれるぞ。ほんと鳥ってほんと色綺麗じゃないですか。え、売ってる？おお、鳥使いだ。鳥使い。体のバランスでいうと口がものすごい長いから、ね、体が長くて小さく見えるんです。ちょっとね、老眼でちょっと全然見えてない近いから、ね、あ、見えるぜ。それでは川越町歩き。